中で2つ。サンテーサルテーサルキーヘイ、どうもゆきゅうでございます。本日アペっちゃってますね。アペ始まっております。飲んでるワインはこちらですね。東京ワイナリーさんの清瀬ブラン、こちらもいただき物です。ありがとうございます。ちょっとね、なんか濁ってる感じの、シャルドネとゲベルツですね。東京の清瀬っていうところで取れたブドウらしいね。すごい美味しい、飲みやすいね、柔らかい感じのワインでございます。久しぶりのアペロだからさ、やっぱもう芋食べながら芋あげるってね。負けに見て見て、幻の芋今金さんでしょ。そして今切ったこの芋も幻の芋今金さんでございます。くー、今金食べながら今金あげちゃうっていうね。ちょっと待って、もう一回やらせて、くー、今金あげながら、違うな、今金食べながら今金あげちゃうっていうね。あげあげ、ブラちゃんです。この今金さんポテチの方もリアルお芋の方もね、どっちもいただき物ですね。すべて今日いただき物に成り立ってる。やば、皆さんありがとうございます。あ、うまいね。うん、まあいいだろう、こんなんで上がるっしょ、芋だし。どんどん行こう。芋ふくふく、芋ふくふくふく、これあんまり入れない方がいい。こんないっぱい入れちゃっていいのかな。どうしよう。今金ちゃんも最高峰のプライドポテトだから。で、今ゆきおがあげてる今金とどっちが最強最高なのかと、プライドポテトさんのプライドとゆきおのプライドが激突する、そんな今日アペロちょっとね、久しぶりだね、アペロね。これ久しぶりだな。よいしょ、入れちゃうか。非常にいい感じです。じわじわ来ております。芋が上がっていく姿って美しいね。芋と合うね。芋つかポテチね。うん。あ、まだ全然か。案外芋を揚げたことは俺あんまないんだよね。前ちょっとやったぐらいかな。まださじ加減が分かっておりませんね。芋の声聞かないとダメだ。熱っ。
あ、そうだ。ちなみに今金さんは、北海道山岳地帯に位置する緑の大地、大地の食品の手間を惜しまない農法により甘みたっぷりでホクホクと食感の今金男爵が育まれます。全国のバレーションのうち 0.3% だっての希少性から幻の芋、幻の芋が今こんなにあるからうちね幻の芋だらけですよ、うちは幻。まだかな、早く食べたいね。美味しいね。まじとろっとしてる、テクスチャーがね。いもちゃん、ちょっと表面がウェーブがかかってきたね。まだだな、でも来た来た来た、来てます来てます、いい感じ。もう少し、そうそう、あ、これで大丈夫だな。あ、行こう行こう、あ、もう大丈夫なやつがいる、来てる来てる、いいねいいねいいね、いもちゃん、これもいいかな。よっしゃ、結構どんどん来る、ちょっと焦げたかな。まあ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 、ちょっと食べていい、つまみ食いしていい、一個ぐらいいいかな。これだけ、ああ、ちょっとまだ油だな。いや、ちょっといただきます。塩がないけど、うまい。じゃ、どんどん揚げていきましょう。いい感じになってまいりました。あー、つぼんできちゃった。ふっくらしたのに、さっきふぐちゃん、ふぐちゃん、ふぐちゃんみたい。パーンってなんだよ、大丈夫だよねパーンってなんだよ。あ、いいね、この辺もいいや。で、一瞬で来る、もうそろそろ来るわ。よし、いいね、いいね いい香り。Yes, yes. Yes, yes, yes. あ、うまっ、もうちょっとか、うまっ。 Yes, いいんじゃない。 Yay!いやー、本日のアペロできちゃいました。ポテトツイープス、あ、もう、あ、向こうの今からさ、持ちた、用意しないとダメだ。よいしょ、よし、今からさんのプライドポテト VS 今からさんの自家製ポテチ、いきましょう。こっちからいただいちゃいます。うん、うまい、めっちゃうまいよ。うまい、くくくく、めちゃめちゃうまい。ちょっとま、食べ比べてみていい？こちらのちょっとま、色はね、こっちのやっぱり綺麗なお色だね。ゆきおが作ったのはちょっとあの色濃くなっちゃったね。若干焦げ気味だったかな。うん。あ、こちらも上品で美味しいですね。
なんか上品だよね、お味が結構ね。今からさんので作るポテチ、うん、すごくバランスが良くて上品な感じに比べると、まあ、自分で作ったのは少しこの力強さみたいな、うん、うん、あ、うまいね、うん、しっかりとやっぱ芋感があるね、こっちはね、今揚げたばっかだし、ちょっと厚みもこっちのあるかな、うん、うめえ、やっぱりワインがない。ちょっと開けるか。いや、アペロだからね。久しぶりの。今年初アペロだ。まあ、どっちもね、やっぱ美味しいのはもちろん。まあ、優しさ、これで力強さみたいな、うん、うん、綺麗だよね、味が綺麗、どんどんいっちゃう、本当に、うん、さあ、こちらの最高級プライドポテトさん、今金さんのプライドポテトさんとユキオが作った自家製フライドポテト、フライドポテトじゃねえな、なんだろう、ポテチ、はい、同じ今からさんを使ったお二つの対決ですね。さあ、勝者はどっち？ドロー引き分けです。どっちもうまい、どっちもうまいです。ゆきおのプライドと小池屋さんのプライドがあります。激突したけども、意外とちょっとこれふにゃふにゃだな上がりきってないな、こういうのもありだよね、うん、うん、これはこれでうまいよ、うん、うん、いいね、考えちゃうなこう絵的に芋しかないけど大丈夫かなちなみにうちだと今日のダブル食いっていうのはどう？ダブル食いしてみる感じ、なんかこうマリアージュが生まれそうじゃないこういうダブル食いね、いいんじゃない、うまっ、な、生まれてるよ、口の中で今調和した、うまっ、あー、うめー、あっちゃうめー、このぷっくり、ぷっくり系もぷっくりですちょっとやば、うん、うん、芋最高、持ち方、持ち方いいやベロだ、もうちょっと真っ暗になっちゃったもっから今日は夕飯食べて飲んだくれて、これが楽しいのよね、ほんと、うん、イエス、てなわけで今年もこんな感じで雪男ワインやっていきたいと思います。まあ、雪男ワインって言っても雪男ワインってお店もあるからね、まあ、そちらもよろしくお願いします。年末年始もね、いっぱい来てくださってありがとうございました。またぜひお店、そして動画で、お会いいたしましょう。今年もしくよろ。それではチアネ、バイバイバイ。